皆さんこんにちは。ピアノとシンセサイザー両方愛するキーボーディストトッチです。いつもありがとうございます。今回は TR-909 というリズムマシーンの音ってこんな感じの音ですっていうのをですね、ご紹介したいと思います。前回の808と同じでしてね、TR-909 も TR-808 の後に出てきたリズムマシーンなんですけど、今となっても当然ヴィンテージのレジェンドリズムマシーンとしてですね語り継がれてるわけなんです。当然ですね、本物の、909の実機はご用意できないので、手に入りませんので、今回もですね、今ローランドが出してる TR-8S ですね、数々のレジェンドリズムマシーンを現代の最新のテクノロジーで再現、かなり忠実に再現できているリズムマシーン、評価もねかなり高いので、これを使ってですね、その TR-909 っていう音はこんな音ですよっていうの、あ、そうだったんだみたいなのが伝わればと思います。それではどうぞ。タッチのピアノシンセシンセライフ。TR-909 というですねリズムマシーンの音はこんな感じです。はい、といったね、また TR-808 とは違った性格の音がします。バスドラム、スネアドラム、ロータム、ミッドタム、ハイタム、リムショット、ハンドクラップ、これがクローズハイハット、オープンハイハット、クラッシュシンバル、ライドシンバルですね。じゃあドラムセット、キットセットで音を聞いてみましょう。はい、といった感じですね。ちょっとじゃあ1パートずつ聞いてみましょう。じゃあちょっとオリジナルで自分でリズムの打ち込みをしてみましょう。
ピアノシンセシンセライブ。はい、ありがとうございます。ということでね、何かリスナーにとってもクリエイターにとっても、楽器のストーリーとか、そういう側面を見ることで何か今まで聴いてた音楽の新しい発見とか楽しみにつながってくれたら、嬉しいなというふうにも思っています。はい、ということで、キーボーディストトッチの作品、チャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。はい、他の動画とかもいろいろ見てくれたら嬉しいです。それではピアノとシンセサイザー両方愛するキーボーディストトッチでした。ありがとうございます。